火砲とは対戦車兵器として使用される火砲である。火砲を射程と弾道特性によって対別した模式図対戦車砲は鉄鋼弾等によって目標の装甲を貫徹することが主目的で射角は水平に近く砲弾は低身弾道を取る。また、対空砲はより高く野砲、可能砲はより遠くへ砲弾を到達させることが求められる。 カノン砲や口術する、榴弾砲の一般的な弾道は、敵射弾道と呼ぶ。は、射角が異なるだけで、いずれも、砲弾を高所速で発射する、ガン。従って、対戦車戦闘が可能な対空砲やカノン砲も、存在し、特に現代の艦砲は、遠距離砲線をはじめ、資金での水平射撃から、対空戦闘まで幅広くカバーする。これらと比べ、 迫撃砲の砲弾は大きく湾曲した曲射弾道を描き、方向初速を低く抑えているため射程は短い。空気抵抗と安定翼の使用によって着弾時の角度は垂直に近くなる。競技の榴弾砲は、カノン砲に比べ、単方針、低初速で最大射程も短い。ただし、榴弾砲とカノン砲の定義は曖昧で、現代では榴弾砲の長方針化により、 野砲、ヤホーカノン砲は消滅、統合され、共にハビットサーと名付けられる例が多い。なお、対戦車砲、対空砲は現在多くの軍隊で、ミサイルに代替されている。不評部隊の戦車に対する防御用火砲として特化し、初速、貫鉄力を重視し、発射速度に優れ、かつ戦車からの発見、攻撃を防ぐために高さを低くした火砲である。標準メガネを用い、 直接照準により射撃する。対戦車砲は、低身弾道を描く砲弾を打ち出し、目標を砲弾のありそくによって打ち破ることを目的とする。主目標は、走行された車両であるが、榴弾を用いて、対人戦闘も可能である。ただし観測員を置いた、間接砲撃は、通常行わない。通常、下砲は、砲兵の装備であるが、対戦車砲は、 不評砲と同様に不評の装備となることも多い。また、当初は人力で陣地間を移動させながら戦うことを想定され、小型軽量な砲が使われた。第二次世界大戦前半頃までの戦車は総じて、装甲が薄かったため小型の対戦車砲で対処可能であったものの、やがて火力と装甲のシーソーゲームが始まり進化を遂げ、対戦後半には、野砲、高射砲、 カノンと変わらない大きさとなり、牽引には人力やバンバではなく、中、大型の自動車や牽引車が必要になった。また砲自体が戦車の車体に搭載されるようになり、突撃砲や自走砲に進化する。第二次大戦後、大型化して運用が難しくなってしまった対戦車砲は、砲手の統合及び軽便な無反動砲や対戦車ミサイルの登場。 また機動性に富む自走砲の進化によって消滅して行った。現代ではごく一部の国の2009部隊に野砲を兼ねた対戦車砲が残っているのみである。戦車は第一次世界大戦にイギリス陸軍によって初めて実戦に投入された。ドイツ陸軍は不評による近接戦闘と野砲による直接射撃によりそれに対応した。カノン砲は直接照準。 高所速を生かし、最前線に配置されていた。第一次大戦後、各国は野放を不評に随伴可能に軽量化した、対戦車砲という新たな加砲を生み出し、ジャンルとして確立された。当時の戦車はまだ装甲も薄く、口径20から4 5ト、mm、ル程度の警報でも、十分対応できた。しかし、第二次大戦開戦により、シーソーゲームは、熾烈を極め、 対戦中期には50から7 5ト、mm、ルが、対戦末期には85から9 0ト、mm、ルが主流となる。戦車に対抗するにはまず攻撃をかけてくる敵戦車部隊の攻撃勝力を減災し、次に機動打撃部隊の逆襲により敵後輩等の弱点をつき主導権を奪回する必要がある。この逆襲において戦車は機動打撃部隊の主体となり、 主導権奪回に重要な役割を果たすために最良の対戦車兵器は戦車であるとも言われる。兵力と兵力の遭遇戦においては敵主力の高速、速配への攻撃は共に戦車を中心とする、機動打撃部隊によって担われる。しかし防御の場合、本来戦車兵力は集中し、攻撃的に使用されるべきであるから敵の省力を受ける。 受動的な用い方は戦車に取りふさわしいものではない。ここに対戦車兵器の必要性が生まれる。敵将力が強大な場合、対戦車兵力を補うために戦車を投入する例があるが、基本的にやむを得ず行うものである。ただし原則にやや外れた消極的な理由であっても、戦車には対戦車戦闘能力が必要上を求められる。機動戦、運動戦では、 戦車が戦闘の主体となり、機動的な逆襲や逆襲への対処にも用いられる。また陣地への攻撃、防御でも戦車は重要である。第二次大戦当時のアメリカ軍では、戦車に高度な対戦車戦闘能力は不要で、対戦車お及び自走対戦車砲で対戦車戦闘をすればよいというドクトリンに従い、対戦車戦闘能力の高い戦車の配備が遅れた。 この結果対戦車戦闘能力に比較的劣る M4 中戦車などはドイツ国防軍の保有する戦車との戦闘において劣勢であった。また自走対戦車砲は装甲が薄く正面戦闘にはかなりの危険が伴った。アメリカ軍戦車隊はこれを数的優位で補った。対戦車砲は特に自軍が防御的立場に立たされている場合、 低い姿勢で待ち伏せが発見されにくく、砲の性能によっては、敵の戦車のアウトレンジから攻撃できるという点で、戦車より効果的な場合もあった。これは、第一次世界大戦において、戦車に対抗するため無防備な野砲やカノン砲を、用いた時のあまりの損害の多さから出た教訓により、生まれたものである。第二次大戦初期、一部の戦車の装甲防御力に、 対式村の対戦車砲が威力不足であったため、野戦降車砲で対抗することがあった。降車砲は大口径、高所速、発射速度台など、スペック上は対戦車任務に適しているようだが、対戦車用の鉄鋼弾や直接照準機、また水平射撃時の方がや、渋滞機の強度などが考慮されていなければならず、最初から地上目標を想定した。 両用法でなければ有効に使用できない。前線でのとっさの思いつきで使っても有効に使用することはできず、対戦車線に戦果を上げた、後車砲は、あらかじめ対戦車戦闘を想定して設計されていた、ものである。ドイツ陸軍の8.8センチメートルフラック18、36、37やソ連赤軍の52 k 85ミリメートル降車砲は、 あらかじめ対戦車戦闘を考慮して設計されており、当初から鉄鋼弾も支給されていたため実際に戦場でも対戦車戦闘が行えた。しかしながらその汎用性の高さから来る耐久性を上げるため、野戦鋼射法としては重量は大変重くなり、また対戦車砲としては射撃姿勢が高く目立ち対戦車運用には必ずしも適当ではなかった。 第日本帝国陸軍の88式7センチメートル野戦校射砲は野戦校射砲として大変軽量かつ小型に仕上がり比較的短時間の防空戦闘という運用には適していた。しかし開発時点では直接照準による対地攻撃を行うことを考慮しておらず軽量ゆえに耐久性が低いため無理な弊社時にはしばしば中大気の故障破損を起こした。 本法では、中大気構作り自体が、射角が講じるにつれ後座長が短くなるなど複雑で、デリケートな構造であった。本法は、行角15度以下の弊社は想定しておらず、使用するには爆風予計の棒立てと、方向性大気の装備が必要だった。1934年6月に、海岸砲として配備されたものには、弊社小順具が装備され、 深くは7度まで可能であった。イギリス陸軍の QF3.7 インチ高射砲も対戦車戦闘は考慮されておらず、アメリカ陸軍の m 1 9 0トル高射砲も有効な対戦車戦闘ができなかった。以下に挙げたものは広く使用されたもので、試作品の域を出ないものは除く。対戦中、ドイツ国防軍は戦前半は室において、 後半は寮において優勢な敵と戦った。つまり常に戦車劣勢の立場にあった。したがって、彼らが戦車なしで敵戦車に立ち向かう手段を求めたのは当然で、対戦前期を通じ、積極的に対戦車砲の開発を行った。88こと8.8センチメートルフラック18、36、37は最も有名であるが、本来は対戦車砲ではなく、 野戦後車法である。もともと対戦車法を運用する、不評連帯の対戦車中対応ではなかったが、対戦当初から空軍地上部隊から一部が陸軍に活用され、重対戦車法という名目で対戦車部隊の装備となっていた例もある。3.7cm パック 36L45、3.7cm パック 36L45、対戦初期の主力対戦車法。 ラインメダル社製だが、ナチスが政権を取る以前、協定を結んでいたソ連国内で開発、主権され、ドイツより、先の1931年に M1930 として、ソ連赤軍にも採用されている。37mm 級としては、威力のある方だったが、フランスやイギリス、ソ連の重装甲を戦車相手に苦戦し、ドアノッカーの別称が付けられた。 能力的にはソ連侵攻あたりが限界だったが、方向に差し込んで発射する専用の整形作薬弾が開発されたことにより、近距離対戦車兵器としてその後も使われた。車載用として SD-KFZ-250 や SD-KFZ-251 の小隊長車に使われ、戦車砲型が初期のスリー号戦車に搭載された。また、本砲は、 中華民国にも輸出され、日中戦争において、日本戦車に対視力を発揮した。日本側も本砲を多数露革し、回収を加えらしき 37mm 対戦車砲として配備した。また、ソ連赤軍では露革したものをそのまま使用したり、45mm 砲身に乗せ替え改造してから使用している。ートルパック十八 l メートル。 パック38近代兵器の一大実験場となったスペイン内戦におけるパック36の実戦リポートからより強力な対戦車砲が必要であると感じた軍によって開発され1939年により生産が開始された実戦テスト的な意味合いも込めて1940年4月には早くも実戦配備についている翌年開始された独戦では 従来のパック35、36では、ソ連の新型戦車の装甲を貫通できず、これに比べ本法では、近距離なら t-34 やナス1を何とか、仕留めることができた。貫鉄力は、APC-HE を用いた場合、命中角60度で 73mm、100m、61mm、500m。タングステンシンを用いた。 PZGR40 アプクアンでは、命中角60度で 143mm、100m、86mm、500m と、より強い間徹力があったが、完全撃破するには数発撃ち込む必要があった。また、当時のドイツにおいて、タングステン合金は貴重であったが、T-34 に対抗できるパック40が、 十分に配備されるようになった1942年まで、アプクア団は生産を縮小せず、作られ続けた。最終的に、約9500門が生産され、運用は終戦まで続いた。同じ60口径の戦車砲型が、後期の3号戦車などに搭載された。7.5cm パック97、38L36 7.5cm パック97、 38、ドイツ軍が独ソ戦において遭遇した T-34 中戦車やキロボルトマイナス -1、10戦車はこれまで運用してきた3.7センチメートルパック36や5センチメートルパック38では分の悪い相手であったため、ドイツ軍は、早急にこれらの戦車に対抗可能な対戦車法を必要としていた。しかし、 本命の 7.5cm パック40の配備には時間がかかるため、ポーランド侵攻やフランス侵攻において大量に、露角したフランス製 M1897-75mm 矢砲の方針を 5cm パック38の方側に搭載し、方向に多項式、マズルブレーキを装着して、急増の対戦車砲に改造した。 ヒート弾を使用すれば t-34 には十分対抗可能であり、キロボルト -1 の側面走行も貫通可能であったが、7.62cm パック36と違って、汚染は段格な式のままであるため発射速度が遅かった。薬室も 7.5cm パック4用の超薬鏡に適合させる改造を行っていなかったため弾薬の互換性がなく、 低所速ゆえに、鉄鋼弾の威力も低かった。また反動に対し砲画が十分なものでなかったため、パック40の配備に伴い、第一線から退いていった。7.62cm パック 36L51.17.62cm パック36。この展示砲の方針は、ご座状態で、マズルブレーキも失われている。ドイツ軍は、 バルバロスタ作戦でソ連軍の M1936 回 -22 四段砲を大量に捕獲 7.62cmFK296 と名付けてそのまま使用していたが強力な T-34 中戦車やキロボルト -1 重戦車に対抗すべくこれを対戦車砲に改造した棒立ては二重構造となり 照準が一人でできるように操作ハンドルを左側に集め、方針の先にはマズルブレーキがついた。またより強力なパック44の長い薬莢を使えるように薬室が改造されている。ピンチヒッター的な方ではあったが、東部戦線から北アフリカ戦線までまた自走砲に搭載され活躍した。7.5センチメートルパック 40L46 パック。 40対戦後半の主力対戦車砲で、パック三3 8の拡大版。1942年により、部隊配備が開始され、終戦まで運用された。ここに来て、ようやく敵新型戦車に有効な兵器となったが、大型化により人力移動は困難となった。自走砲用として、マルダー系の対戦車自走砲に搭載され、パック四4 1は、マルダー愛用。 パック4十2は、マルダー2用。パック4十3は、マルダー3用である。なお、駆逐戦車に搭載されたのは48口径のパック39。突撃砲のものは、ストック40。戦車用は、KWK40 で、同系列ではあるが、砲害や薬室などの異なる別物である。貫鉄力は、命中角60度で 89mm、1000m、 96mm、1000m 96、mm。終戦までに約2万3000門が生産された。8 8センチメートルパック 43L71、パック43対戦車兵器として威力を発揮した88だったが、後車砲のままでは姿勢が高く発見されやすいため、クルップ車が対戦、全周射撃可能なまま姿勢は低くなったが、重すぎたため、 人力での迅速な人知転換が不可能だった。なお、放射が付けられたままでの緊急射撃時には左右30度ずつの限定旋回となる。閉鎖器は戦車砲のように縦型で野戦火砲にしては珍しく電気式の発砲機構を持つ。これを元にした戦車砲型がティーガー2、エレファント銃駆逐戦車やヤクトパンター、ナースホルンといった駆逐戦車。 対戦車自走砲に搭載された 8.8cm パック43、41L71 パック43、41パック43の全周旋回可能な黒いツラフェッテの生産が遅延したため、つなぎとしてラインメタル車は、砲身はパック43、足は 10.5cm レフ18系榴弾砲。 車輪は 15cmSFH-18 重榴弾砲という既存の部品を寄せ集めた 8.8cm パック43-41追戦車砲を作り上げ、並行生産を行った。また、閉先は以前の 8.8cm 砲同様に水平スライド式に戻され、発砲装置も一般の対戦車砲と同じになり、砲弾と砲身を除きほとんど別物になった。 性能的には、パック43と同等だが、砲画の関係で、左右28度ずつの限定旋回である。対戦車砲としてはあまりにも、巨大になってしまったため、使用する兵からは、敵から見れば打ち損じなしの大きな標的と自重され、ナヤのトとあだなされたが威力は素晴らしく、あらゆる敵戦車を、敵の有効射程外から撃破できた。しかし、パック43の生産が、 軌道に乗った後は、牽引式対戦車砲型は、製造打ち切りとなって自走砲を搭載型にシフトし、数もずっと少ない。7.5センチメートルパック41ゲルリッヒ理論に、基づき開発された、ゲルリッヒ砲である。これは砲が先に行くに従って、細くなっており、高所速で砲弾を打ち出せるものだった。また、砲弾も断身にタングステンを用いており、貫徹力は、 非常に強かった。が、法の特性上方針の寿命が短く、また、砲弾もドイツ国内でタング試験が算出されなかったこともあり、大量生産できる状態になかった。故に、わずかに150門が生産されたにとどまった。ソ連軍も列強各国と同様対戦車砲の開発に努め、当時としては、比較的高い威力のものを装備していた。さらに、幸いにも、 野砲として配備された 76.2mm 回 -22M1936 等に対戦車砲としての能力があったため他の国々が37から 50mm 級の対戦車砲しか持っていなかった時期に 75mm 級の方で戦うことができた。そしてより量産向けである光景のジスマイナス3が実質的に 独ソ戦中期以降の主力対戦車砲として使用された。なお、ソ連軍の法術では、帝政ロシア軍以来一貫して、直接照準による弊社が重視されており、合計1 2、mm、2トルや1 5 2トルの、榴弾砲でさえもすべて直接照準機が装備され、対戦車戦闘を行えるようになっていた。4 5ト、mm、ル対戦車砲パック35、 36を元にしたことがよくわかる 45mm 対戦車砲、M1932 ソ連においてこう呼ばれる砲は3種ある。それらは開発年で区別され、それぞれ M1932、M1937、M1942 と呼ばれる。32年型は46後継、42年型は60後継であり、より貫徹力を増した。 特に M1942 はタングス転進の鉄鋼弾を用いると近距離では高い貫通力を発揮、パンター戦車の1 0 0、mm、トル厚中造性棒立てを犬きした例もある。また BT 戦車や T-26 系戦車の手法として戦車砲型が20系の名で採用されている。独ソ戦中期以降はドイツ軍の戦車の装甲が厚みを増したため次第に2009兵器と なるが、終戦直前の対日3戦時には、装甲の薄い日本軍戦車相手に依然として、威力を発揮した。これらは前述のラインメタル3.7センチメートル、パック35、36のソ連版、37ミリメートル対戦車砲、M1930 の後継を拡大したもので、構造的に同一であった。ドイツ製と比べると車輪が、スポーク式なのが、識別点である。 ジスマイナスに 57mm 対戦車砲をジスマイナスにドイツ軍が重戦車を開発することを見越して開発されたもの。72.9口径という非常に長い方針のため高所速の弾丸を発射できた。砲側は簡易な設計でありタイヤもトラックのものを流用していたが工作技術の低いソ連において長い方針を削り出すのは非常に困難で価格は ジスマイナス3をはるかに上回った。そのためソ連軍対戦車砲の主力とはなり得ず、比較的少数が生産され、コムソモーレッツ砲兵用トラクターに搭載したジスマイナス30や T-341941 年型に搭載した T-34 から57とともに、モスクワ攻防戦に実戦投入されている。 ジスマイナス 376.2mm 師団砲、ジスマイナス2と同じ砲がのジスマイナス3大戦中のソ連軍砲兵師団の主力野砲で、世界で最も多く生産された砲。独ソ戦初期に大量に失われた M1936 回マイナス22師団砲や、構造が複雑で生産性に難点のあるユスブ M1939 師団砲、などの光景として、 より簡易な設計となっており大量生産された。砲側、ジスマイナス2と同じで、直接照準機を備え対戦車砲としても、威力を発揮し、自国のみならずこの砲を捕獲した、数軸国側でも使われた。ドイツ戦車兵からは、ラッチュバムなので、射撃音が着弾よりも後に聞こえる、ということからと呼ばれた。 BS-300mm 四段砲 b s 3百9 4 4年末に登場した海軍の砲から発展した大型野砲であり、対戦車砲としても、対戦中では最強クラスの威力を誇る SU。SU-100 や T-54 に搭載されたのも、これと同系列である。1955年には、格好砲である T-12 が、 さらに後には M87 が登場し、旧式の g ス3と BS-3 は多数が友好国に供与、売却され、長らく使われいまだ予備役のものもある。戦前日本には戦車には戦車で対応するという考えは少数であり、必然的に対戦車線における対戦車法の役割は大きかったが、日中戦争において中国軍側が 飛行戦力を有効活用しなかったこと、欧州戦線で巻き起こった戦車の恐竜的進化を予見できなかったこと、大口径対戦車砲を広く配備するには、多数の権威者等の整備が必要であること、中でも列強各国と比較し国力に劣る日本では、貴重なリソースを海軍戦力や他兵器に優先せざるを得なかったことから、帝国陸軍は強力な対戦車砲の開発を、 積極的には行えず、必要とされた時に間に合わなかった。また、タングステンやニッケルなどの希少金属の制約により、弾頭の金属の質が劣っていたこと、そして鉄鋼弾でなく弾頭内に作薬を充填した、鉄鋼榴弾を使用したために、日本軍の鉄鋼弾の強度は、厚い装甲に対しては、不足しており、結果として、旧軍は対戦車線において、非常に苦労することとなった。 費用と資材の制約から誹謗し付けて鋼弾を使用できなかった点もそれに拍車をかけた。94式 37mm 砲1930年代中頃に採用された対戦車砲。軌道90式野砲軌道90式野砲,式野砲1930年代初頭に採用された新型野砲である90式野砲を1935年に軌道化。 軌道90式野砲として正式化したもの。上述のソ連軍ジス -376.2mm 手段砲と同じく本来は野砲ではあるが、比較的高所速行為力であり主な配備先も機械や出しの砲兵連隊のみならず、戦車手段の軌道砲兵連隊や戦車連隊の砲兵中隊であったため、対戦車砲としても積極的に使用され、その高性能を発揮した。 一式ミリ 47mm 砲一式ミリ 47mm 砲1940年代初頭に採用された対戦車砲イギリス軍は火砲後継ではなく砲弾の重量で故障する伝統があり第二次大戦中の対戦車砲もその伝統に従って名称が付けられた戦車の装甲を貫通させることを最優先としたために当初鉄鋼弾しか供給されておらず 支援砲撃用に転用できないなど、イギリス的な顔面差が見られる。あまりに不評だったため、対戦後半には、榴弾も開発され供給された。日本土対戦車砲日本土対戦車砲対戦初期の、イギリス軍主力対戦車砲ダンケルクの戦いで装備を大量喪失したため、6ポンド砲への更新が遅れ、引き続き量産、北アフリカ戦線において、 ドイツ戦車の表面降下装甲に対しだ。誹謗付き鉄鋼弾の開発などで対処したが、戦争が進むにつれ次第により強力な砲に置き換えられていった。全集射撃が可能な凝った砲がを持つ。6ポンド対戦車砲、6ポンド対戦車砲、前述の2ポンド砲の後継として、1941年に北アフリカにおいて最初の実戦配備についた。アメリカは、 同砲を 57mm 対戦車砲 M1 としてライセンス生産していたため、両砲は互換性を持ち、事実同じ砲弾を使用したが、品質面でアメリカ製のものが求められた。後期にはタングステンシンを用いたアプズ弾の配備により、近距離では侮れない貫通力を発揮する。17ポンド対戦車砲17ポンド対戦車砲第二次世界大戦中、 イギリスが開発した中で最も威力のある対戦車砲である。かなり大型で、イギリス軍はこの砲を自国の戦車に搭載することを望んだが、イギリス軍待望の新型巡航戦車マークナイン・クロムウェルには、車服が足りなかったため搭載できず、結局、同砲そのまま、旋回砲塔に収められるのは、アメリカ製 M4 中戦車と M10 駆逐戦車だけという、 皮肉な選定結果に終わった。この砲を乗せたシャーマン VC 及び IC ファイアフライ、そしてアキルイズ駆逐戦車はドイツ重戦車を仕留める威力を見せたが、走行は元のままであり、他の戦車の後方から支援したり、待ち伏せトーク駆逐戦車的に用いられた。同砲を装備したイギリス戦車には、クロムウェルから発展したチャレンジャー巡航戦車、鉄道輸送のための車服制限をなくし、 大型砲塔を乗せたセンチュリオン巡航戦車、チャーチル風評戦車の拡大発展型である、ブラックプリンス風評戦車があり、対戦車自走砲には他にも、バレンタイン風評戦車の車体を利用した、アーチャー17ポンド対戦車自走砲、戦後のアベンジャー17ポンド対戦車自走砲がある。敵戦車に対しては、味方の戦車ではなく、機動力のある、 戦車駆逐部隊が要請に応じ駆けつけて迎え撃つ方針であったアメリカ軍の場合、牽引式対戦車砲より、対戦車自走砲である駆逐戦車が充実していた。しかも、対戦末期のバルジーの戦いで、牽引式対戦車砲の多くが、遭遇戦で配置する間もなく撃破されてしまったことから、戦車駆逐部隊はすべてを自走砲化することが決定された。また、 戦争後半には他の有名なバズーカが大量配備され、不評の自衛用対戦車兵器の主力となっていった。M337mm 砲、M337mm 砲、アメリカにおける 37mm クラスの対戦車砲である。コピーというほどではないが、ドイツのパック36が参考になっており、貫鉄力は 914m で 45mm と同クラスの方としては、 威力が大きい。イギリス軍に供与された戦車砲型、後にアメリカ軍の対戦車砲型が北アフリカでドイツ戦車に対し使われ威力不足とされたが太平洋戦域では装甲の薄い日本戦車相手に効果があり広く使われた。また、統地下への近距離からの集中砲撃や日本兵の集団突撃を阻止するために散弾を用いての兵社という 巨大なショットガンのような前装式大砲さながらの使い方もされた。アメリカ軍のほか A イン軍や中華民国にも供与された。M157mm 対戦車砲、M576.2mm 対戦車砲、イギリスの六ポンド対戦車砲を自国規格に改修したもので、砲片付けで試行する方式から、旋回ハンドルを回す方式に、またタイヤなどにも違いが見られる。 M53 インチ砲3インチ降射砲の方針と、これに 105mm 榴弾砲の方が、兵先、中隊機構を組み合わせた砲。ゆえに対戦車砲としては、背が高いが、距離9 1 4ルで 96mm の装甲を貫通と、ドイツの 7.5cm パック40に近い性能を発揮する。2500門が生産されたが、米軍の場合、 同じ威力の方を搭載した M10、M18 といった駆逐戦車の方が主力であり何倍も多く生産、配備されている。47立方ミリメートルに後継砲をオーストリアのベーラー社が開発し、オランダやソ連に採用されたほか、イタリアでライセンス生産された多目的砲。詳しくは当該項目を参照。 75mm でサモデル 194375mm でサモデル1943初速、秒速線 30m、発射速度20発、噴、青具深く7度35度、左右線改革70度、最大射程車が開発した対戦車砲。1934年にスウェーデン軍に採用されたのをはじめ、各国に輸出された。 詳しくは、当該項目を参照。オチキス2 5ト、mm、ル対戦車砲オチキス4 7ト、mm、ル対戦車砲オチキス社が開発し、1930年代初頭にフランス軍に採用された対戦車砲詳しくは、当該項目を参照。オチキス4 7ト、mm、ル対戦車砲フランス軍の標準対戦車砲 シュコダ M193737mm 対戦車砲、シュコダ 37mm 対戦車砲1937年型、シュコダ車は戦前から当時のチェコスロバキア、現在のチェコにある自動車メーカーであるとともに、35、戦車などで知られる兵器メーカーである。同車が戦前製造したのが本法であり、方向に多項式、マズルブレーキが装着されている。 ドイツによるチェコ併合後にはパック3 7の名称で使用された 47mm PUVVZ36 ホースコダにより開発された対戦車砲。ドイツがチェコ併合により接収し4 7 c m パック3 6の名称で使用、また牽引砲としてのみならず旧式化した愛号戦車の車台に搭載した。 愛護対戦車自走砲としても用いられた。第二次世界大戦における戦車と対戦車砲の関係はまさに縦と矛の関係であった。開戦当初は37から4 7ト、mm、ルほどの光景が標準であったものが中期には50から5 7ト、mm、ル級、75から7 6 2ト、mm、ル級と大型化し、対戦末期には88から1 0 0、mm、トル以上の ものも量産されていた。口径が8 8トルを超える方になると大きさ、重量もかなりのものになり、人力で移動可能で待ち伏せのため隠蔽するという従来の対戦車砲の運用法から完全に逸脱してしまった。この問題の解決法として各国は対戦車砲を様々な車台に搭載し、自走砲化を進めた。また、対戦末期からは、 バズーカやパンツァーファウストに代表される成形作薬弾を使用した携帯式のロケットランチャーや無反動砲が急速に発達し、牽引式対戦車砲がなくても不評が戦車を破壊できるようになった。さらに小型の対戦車ミサイルが実用化されると遠距離からでも戦車を破壊できるようになり、対戦車砲の存在意義は薄れ急速に姿を消していった。現在では、 中国とロシア等急遽三県に一部の野放、兼用型が残されているのみであるが、冷戦終結後は対戦車砲の最大の相手である、気候部隊の大進行という状況自体が発生しにくくなっているため、チェチェン紛争のような低強度紛争では流弾による火力支援を主な任務としていると思われる。ありがとうございます。